おお、営業再開してからいつ来ても賑わってるな。あのイベントの日からしばらく経つってのにすげえもんだ。まここはあのラッドブラストをやったやつらの拠点、いわば聖地だからな。人が集まるのも当然か。それにここには伝説のメンバーの一人もいるしな。の今俺の話しました。てわけでいつものブレンドっす。濃いめにしときましたよ。お、いい香りじゃねえか。コーヒー入れるのまた上手くなったんじゃねえか。そりゃあケンさんから託されたからにはこの店の評判を落とすわけにはいきませんからね。託されたね。まさかお前がこの店の店長代理を任されるとは俺たちも思ってなかったぜ。店長代理っつっても形だけですけどね。店の売り上げとか食品の管理とかは他の人たちにお願いしてますし、ほとんどバイトみたいなもんですよ。それでもすげえじゃねえか。よっ、託された男。まあ俺も声かけられた時はびっくりしましたね。自分の活動もしながらやれるようなバイトを探してるって言ったら、それならうちで働かねえかなんて言われて。でも嬉しかったっす。ケンさんがお前らに憧れて走り出す奴らのためにもこの店は残したい、任せるならお前みたいな奴がいいって言ってくれて、それで俺もやりてえって思ったんです。まあ酒とかはまだ扱えないんで、ケンさんの時と同じ営業時間ってわけにはいかないっすけど。ん、ケンとそんな話をしてたんだな。ケンがまたタイガと組んで活動するって聞いた時はもうこの店も畳んじまうのかって残念だったが、こうしてまたこの店のコーヒーが飲めるようになって嬉しいぜ。ああ、これからも頑張ってくれよ、店長代理。はい。こんにちは。おお、お前らか。そこの空いてる席に座ってくれ。ねえ、あれってビビットバットスクワットのあずさわさんと青柳さんだよね。ここで待っててよかった。注文はいつものブレンドとカフェオレでいいか。あ、ありがとう。それにしても今日も繁盛しているな。うん、ま、俺のうまーいコーヒーのおかげでな。あのビビットバットスクワットのあずさわさんたちですよね。あ、はい、そうです。突然すみません。私たちラッドブラストで皆さんに憧れて歌うようになって、それでよければ握手してもらってもいいですか。はい、私でよければ。ありがとうございます。まだまだ全然下手くそですけど、皆さんみたいに熱い歌が歌えるようにチームで頑張りたいって思ってます。あ、そう言ってもらえてすごく嬉しいです。私も仲間に支えられてずっと歌ってきたので、チームで頑張りたいって気持ちすごくわかります。よければ今度お二人の歌も聴かせてください。お互い頑張りましょう。はい。おいおい、あの子たち俺と話した時はあんな感じじゃなかったぞ。お前のコーヒー目当てじゃなかったみたいだな。
それにしても、ジョーちゃんたちはすっかり有名人って貫禄だな。お前もオーラ出せるように頑張れよ。ふぅ、たく、今に見てろよ。すぐに動画の再生数もこいつらを追い越して。さて、そういやどうや、お前昨日も新曲あげてたな。あの曲めちゃくちゃ良かったぜ。そうか、気に入ってもらえて良かった。新しい音を取り込んでみたのが良かったのかもしれないな。俺も聞いたぜ、最近の中じゃ一番好みだったぞ。しかし最近は100万再生超える曲も増えたし、新曲投稿のペースも速いし、すげえ勢いだな、ビビッドバッドスクワッド。ありがとうございます。ですがまだまだここで満足しているわけにはいきません。俺たちが目指すのは世界ですから。世界か、とんでもない夢だが、お前らが言うとできそうな気がしちまうからすげえな。だな。それで世界を目指す後の二人は今どうしてんだ。今頃頑張ってくれていると思います。とても頭を悩ませながら。それじゃあ今日のレッスンも元気な挨拶から始めましょう。 How are you?I'm good. Pretty good. Okay. 挨拶はスムーズに返せるようになってますね。それじゃあどんどん行きましょう。 What did you do on your day off? What did you...までは聞き取れたけど、後半何？オンユアなんちゃらっつってた気がするが、もう一回お願いします。OK. What did you do on your day off? なんて それじゃあ今日のレッスンはここまで。次の授業までに英作文の課題もやってきてくださいね。ありがとうございました。頭重い。普段使ってねえ部分をフル回転させてるって感じだな。歌ならいい感じに発音できるんだけど、会話ってなると余計に。っていうか、なんかもう心が通じ合えば言葉なんていらなくない？まあその気持ちはわからなくもねえが、トーヤたちのクラス見ただろ、あれくらい話せなきゃ海外じゃろくに活動もできねえぞ。それは確かに。でもそうだよね、世界を取るならやるしかないよね。頑張ろう、アキト。お。まさか、お前らの英会話教室が良いがここまでちゃんと続いてるとはな。途中で逃げ出すもんだと思ってたのによ。んなことするかよ。世界を目指すからには海外での活動は視野に入れておくべきだからな。ここで逃げ出されては困る。海外での活動ね。なんつうか俺にはあんま想像がつかねえが、実際これからどうやって活動していくかって話は決まってんのか？完全に固まりきったわけじゃねえが、大体の方向性は決まってる。一応理想としては海外の大きなレーベルと組めるといいなって考えてるんだ。
大河おじさんたちと同じ感じだね。最近は動画から火がついてというルートもあるが、それは運も大きいからな。知ってもらうチャンスを着実に増やしていきたい。だがそもそも今の俺たちはそういう話ができる状態じゃねえ。知名度も実力もまだまだ世界クラスとは言えねえからな。だからまずは足元から固めてくって段階だ。はあ、なるほどな。あ、もしかして最近アップされる曲に英語の字幕とか説明文ついてんのもそういうことか？はい。やっぱり私たちのことを世界の人に知ってもらうためにはネットに曲をアップするのが一番いいって話になったんですけど、曲をそのままアップするだけじゃなくてちゃんと曲のことも伝えないとって思って、歌詞の英訳とかをみんなで手分けしてやってるんです。そうやって足元が固まったら少しずつ海外のイベントにも出るつもりだ。目星も今つけている。いろいろ考えてんだな。そりゃあ軽い気持ちで言ってないからね。世界を取るって。うん、すごく大きな目標だけど少しずつ近づいていきたいな。みんな頑張ろうね。あ、うん、よし、全員声出し終わったな。ああ、問題ない。じゃあ始めるか。今日は前やったあの練習の続きやるか。あ、いいねいいね。あれ楽しいし気合も入るから好きなんだよね。リン、レン、それにミクとルカさんまで。みんなおはよう。練習見学しに来たよ。見学？最近みんないろいろ工夫して練習してるでしょ。見ててすっごく面白いから覗きに行こうって話になったんだ。もう面白いって、まあ観客がいる分にはいいですけど。私は大歓迎だよ。オーディエンスがいるとやっぱり気合入るし。ありがとう。それで今日はどんな練習やるの？この前もやってた2対2で戦うやつだ。組み合わせは前と変えるがな。この前の続きだから今日は俺と小羽がペアだな。うん、よろしくね、東雲くん。ミクたちも何か気になることがあったらいつでも言ってくれ。うん、任せて。じゃあ始めるか。先行はそっちからでいいぞ。よし、思いっきりいくよ。どうや？二人とも歌い出しからバッチリだね。声も気持ちよく重なってる。うん、うまくバランスが取れてるね。アンの勢いとどうやの安定感がしっかりはまって、お互いがお互いの良さを引き出してるって感じ。いい勢いだな。二人の息もよく合ってる。行こう、東雲くん。
あ。心で一回休憩するか。うん、そうしようか。一通り歌ったしね。やっぱりこの練習やりごたえがあって楽しいな。そうだな。組む相手に合わせて臨機応変な対応が求められるし、互いの強みを引き出すいい練習になる。対戦形式だから本番みたいな緊張感もあるしね。だな。ラッドブラストまではケンさんに練習を見てもらってたが、今はそうもいかね。今の俺たちに合う練習方法を考えながらもっと力をつけていくぞ。うん。みんなのこと見てたらなんだか私も歌いたくなってきちゃったな。っていうかその練習俺たちともやってよ。今度世界に来た時とかにさ。あ、いいね。でもそう簡単には勝たせないよ。それはこっちのセリフだよ。悪い俺だ。明日のイベントの最終確認が来てんな。後でお前らにも送っとくぞ。あ、そういえば明日はイベントに出るんだっけ。へえ、そうなんだ。みんながイベントに出るのってすっごく久しぶりじゃない？そうですね。ラッドブラストの後は全然出てないから。最近は英会話やったり歌詞つけて曲アップしたり自主練ばっかりしてたもんね。そう考えるとお客さんの前でやるのほんと久しぶりだな。すっごく楽しみ。あ、だが同じくらい気を引き締めなくては。今回はゲスト出演ってことになってるしな。え、ゲスト？それって出てほしいって頼まれたってこと？うん。しかも前に修行で行ったすごくレベルの高いライブハウスかららしいよ。まあ実際連絡来た時は驚いたな。ラッドブラストの噂を聞いて声をかけてくれたみてえだな。ならば中途半端な歌を歌うわけにはいかないな。うん、みんなの期待を裏切らないように頑張ろうね。めちゃくちゃ盛り上げちゃってよ。俺たちも応援してるからさ。任せといて、全員沸かせてやるんだから。あれ、アキト君どうかした？何か考え事？も、なんでもねえよ。返信の文面考えてただけだ。とにかく明日は観客にも出演者にもかなり期待されてるだろうからな。瀬取りもパフォーマンスももう少し念入りに確認しとくか。うん、そうだね。これがビビットバットスクワットか。さすがあの伝説を超えた連中だな。ああ、前にこの箱で見た時とは迫力が全然違え。うん、つかみからバッチリだね。お客さんの反応もいい感じだが、
油断はできない。この勢いに乗っていくぞ。うん、もっと熱くしていこう。そうだ、もっと。お疲れ様でした。おお、お疲れ。今日はありがとな。おいおい、見違えたぞお前ら。さすが、とんでもねえイベントをやっただけあるな。ありがとうございます。期待に応えられたようでよかったです。なんか堂々としてるっつうか、落ち着いたもんだな。だな、初めてここに来た時は全員緊張で顔ガチガチだったのによ。ちょっとちょっと、そんな緊張してなかったでしょ。ま、それは冗談としても、実際あの時からの成長はすげえよな。ああ、こりゃ俺たちも負けてらんねえな。今日のパフォーマンスは悪くなかった。客も盛り上がったし、共演者からも評価してもらってる。だが、しかし今日はすげえ盛り上がったな。こんなに盛り上がったのはあいつらが来た時以来じゃねえか。え？ああ、確かにな。そう考えると、あいつらとビビットバットスクワットの勝負も見てみたかったな。すげえ熱くなりそうだ。あいつら。ねえ、それって誰のこと？おお、お前らは知らねえか。実はこの前、うちのイベントに謎の双子の兄弟が来てよ。双子の兄弟？ああ、しかも外国人っぽくてな。ここらじゃ見かけねえ奴らだ。謎の双子で外国人、なんつうか情報多くねえか。確かにな。まあそれで最初はなんだあいつらって思う程度だったんだが、その歌がもうすげえのなんのって、お前らにもそれこそラッドブラストの厚さにも負けてねえんじゃねえか。そういや、その双子、他の箱のイベントにも出てるみたいだな。え？そうなのか。ああ、ロダンでのイベントにも出てたって、連れが言ってた。そこでも圧勝だとさ。俺はノッテにいたって聞いたぜ。話したくてオーナーが声かけようとした時には、もう控室にもいなかったんだとよ。あ、ん？どうした？ロダンにも、それって私たちが修行で行ったことある箱ばっかりじゃない？確かにそうだな、全て行ったことがある。へえ、お前らレベルの高い箱ばっか回ってたんだな。しかし不思議な偶然もあるもんだな。その双子、お前らと縁のある場所ばっかり回ってるなんてよ。そうっすね。案外偶然じゃねえかもな。もしかしたらその双子はこの前のお前らのイベントを見て火がついた連中かもしれねえ。お前らの後に続けってな。確かに。それってなんか熱いね。っていうか、そんなにすごい歌歌うなら一回聞いてみたいな。次はビビッドストリートに来てくれたらいいのに。んな都合よく来るわけねえだろ。そうだね。でも、もし本当にラッドブラストを見て自分もって思ってくれた人たちだったら、私は嬉しいな。そうだな。俺たちがラッドウィーケンドを見て火をつけられたように、
俺たちが誰かに火をつけたということだからな。火か。はあ、イベント楽しかった。そうだね。久しぶりにお客さんの前で歌えてすごく楽しかったな。だよねだよね。やっぱり練習メニューにイベント出演も取り入れていった方がいいかも。浮かれんのはいいが、お前明日の英会話の課題ちゃんとやったか？あ、やっぱ忘れてた。帰ったらすぐやらなきゃ。今日はこの後練習もないことだし、しっかりやっておくといい。はーい。じゃ、今日はこれで解散だな。うん、また明日ね。ちなみに俺は課題終わってるからな。そうなのか。今日はイベントだって分かってたしな、早めに手つけてたんだよ。そうか、それは素晴らしい心がけだ。相棒として鼻が高い。なんだよそれ。ああ、アキト。調子は戻りそうか？え？まあ、やっぱ気づいてたか。ああ、わずかだが歌に出ている。そうか。まあそうだよな。ラッドブラストが終わってからどうにも歌に力が乗り切らねえ。足りねえんだ、あの時みてえな。あの、うん、歌に出てるってことはあいつらにもバレてるだろうな。ああ、おそらく。そうか。それでも何も言ってこねえってことは。なら、なおさら早く元の調子に戻さねえとな。アキト。大丈夫だ。そんな顔すんな。変に一人で突っ走るような真似はしねえよ。そうか。それなら俺たちは、待つとしよう。お。わずかだが、歌に出ている。歌に出てるか。世界を取るって目標に嘘はね。そのためにできることも全力でやってるつもりだ。だがやっぱり。あの時みてえな、何かに突き動かされるような感じがあるかつうと。燃え尽きちまったのか。いや、理由は何だって構わねえ。とにかく何とかしねえとな。今の俺じゃあいつらの足を引っ張るだけだ。だがどうすればいい。あの時の燃えてるみてえな感覚を取り戻すためには。
部屋で考え込んでたって何にもならねえ。気分転換にあっち行ってみるか。はい、みんなコーヒーのおかわりよ。ありがとう。いい香りだな。やっぱりメイコのコーヒーは世界一だね。はいはい、おだてても今日はアイスのサービスないわよ。え、あ、あはは、ただの本心なのにな。します。あ、アキトくん、いらっしゃい。あら、今日は一人なのね。イベントに出るって聞いてたから、来るならみんなで来るかと思ってたわ。ああ、まあ夕方には解散したんで、ちょっと自主練習に来たって感じです。イベントの後まで練習か。そういう熱心なところ本当にアキトくんらしいな。最近は世界の壁が壊れたり、広場の木が成長したり、いろんな変化があったけど、きっとこれもアキトくんたちの熱い思いが世界にドドーンと反映されたからだろうね。これからどうなるか楽しみだな。熱い。アキトくん？いや、もしかして何かあった？特別何かあったってわけじゃないんですけど。そういうことなら僕が話聞くよ。いや、だから。まあもちろん無理にとは言わないけど、話せばすっきりすることもあると思うんだよね。っていうか今までもそうだったでしょ。というわけで、頼れる怪盗兄さんにぜひ話してほしいな。そっすね。じゃあちょっとだけ聞いてもらってもいいですか？もちろん。なるほど、熱くなりきれないか。頭では分かってるんです。次の目標のために走り続けなきゃなんねって。でもどうしても心がついてこない感じがして。アキトくん、そんなに焦らなくてもいいんじゃないかしら。ほら、今までアキトくんは大きな夢を、それこそ全力で追いかけてきたでしょ。もしかしたら今は心のエネルギーをチャージする必要があるのかもしれないわ。確かにそうかもしれませんけど。それに前と同じ気持ちで夢を追いかけるのが難しいのは当然だって私は思うの。え、なんで？だってラットウィーケンドを超えるっていう夢は、アキトくんがラットウィーケンドを自分の目で見て胸を打たれて始まった夢でしょ。でも今の世界を取るっていう夢はまだ思い描いている途中の夢。最初の火のつき方は違うんだもの。同じ気持ちで追いかけられないのは仕方ないんじゃないかしら。メイコさんの言うことはわかる。だが、だからって今みたいな中途半端な状態でいるのは。メイコの言う通りだとしたら、ラットウィーケンドを見た時みたいに
心が熱くなるものに出会ったら、アキト君はもっと燃えられるのかもしれないね。心が熱くなるもの。だが、あれくらいすげえもんにそう簡単に出会えるかっつうと。案外、すぐに見つかるんじゃないかな。まあ、僕もあんまり詳しくは知らないけど、アキト君たちの世界ってさ、とっても広いんでしょ？アキト君がラッドウィーケンドを超えるっていう大きな夢を見つけられたのは、偶然、あのイベントに出会ったからだよね。だったら、またアキト君の心を燃やすものにも、偶然出会えるんじゃないかって思うんだ。世界は広いから、僕たちが知らないものとか、想像できないような偶然も、きっとたくさんある。だから世界に向かってまっすぐ進んでいけば、いつかアキト君が熱くなれるものも、見つかるんじゃないかな。世界は広い。まあ、一理あるかもしれないっすね。カイトさんにしては珍しく。珍しくってひどいな。僕はいつだって落ち着いて的確なアドバイスをしてるつもりなのに。そう言われるのは普段の行いのせいでしょ。メイコまで。偶然出会うか。もちろんそう思ったところで、今の状態がどうにかなるわけじゃねえ。だが、それでもむやみに焦って空回るよりは、いいかもしれねえ。ともかく、今はただ前に進むとするか。今までそうしてきたみたいに。アキト君がラッドウィーケンドを超えるっていう大きな夢を見つけられたのは、偶然あのイベントに出会ったからだよね。だったらまたアキト君の心を燃やすものにも、偶然出会えるんじゃないかって思うんだ。世界、正直俺たちが目指す世界がどんなものなのか、まだうまく想像はできねえ。だが進んだ先にまた熱くなれるもんがあるかもしれねえ。なら、お、誰か歌ってる。俺たちがいつも歌ってる公園の方が。だが、トーヤたちの声じゃねえな。それに、この歌声。あれは、誰だ？見かけねえ顔だが。なんだ、この歌は。涼しい顔で歌ってるくせに。腕の真ん中にまっすぐ突き刺さってくるみてえな。やっぱり朝から歌うって最高だな。だからってこんな早朝に。近所の迷惑にならない程度にするんだぞ。お、英語だから何話してるかはわかんねえが、歌の話か。
ごめんって。ビビットストリートを歩いてたら、無性に歌いたくなって。って、え？なんだ？こっち見て固まったぞ。ねえ、君！日本語も使えんのか。うめえな。ビビットバットスクワットのメンバーじゃないか？あ？やっぱりそうだ！ラッドブラストのステージに立ってた子だよね。はあ、嬉しいな。まさか今日会えるなんて。最後にここに来てよかったよ。今日あっちに帰る予定だったからさ。あ、そうだ。よかったら握手してくれない？おい、いきなり失礼だろ。名乗りもしないで。あ、ごめんごめん。ついテンション上がっちゃってさ。まったく。いきなりすまなかった。改めて、俺はセドリック。こっちは弟のスレイドだ。弟って言っても双子だからあんまり関係ないんだけどね。便宜上弟ってやつ。それで君はなんて名前なの？ビビットバットスクワットの東雲アキト。アキトか。よろしくアキト。こいつらよそで歌ってる連中か。だが、それにしちゃレベルが。俺たちはラッドブラストを見にアメリカから来たんだ。アメリカから？なんでアメリカからわざわざ？タイガさんの関係者か。すっごく遠くて飛行機で14時間くらいかかっちゃったけど、でも見に来て本当に良かったよ。めっちゃくちゃ熱いイベントだったよね。観客とパフォーマーの一体感がすごくて、会場全体がすごい熱気で、特に君たちビビットバットスクワットの歌は最高だった。もう心が震えたよ。ああ、誰かの歌を聴いてあんな感覚になるのは久しぶりだったな。そうか。で、あの歌を聴いたら俺たちも歌いたくなってさ。日本を観光するついでに君たちが出たことあるっていうライブハウスのイベントに参加させてもらったりしたんだ。どこもオーディエンスがたくさん盛り上がってくれて楽しかったよな、セディ。そうだな。それって実はこの前、うちのイベントに謎の双子の兄弟が来てよ。私たちが修行で行ったことある箱ばっかりじゃない？あれは、お前らのことだったのか。え、あれって？噂で聞いたんだ。いろんなイベントでとんでもねえ歌を歌って姿を消しちまう謎の双子がいるってな。え、俺たち噂になってたの？そんなことになっていたとは。つうか、なんかかっこいいな。歌ってすぐに姿を消す謎の双子、ヒーローみたいだ。いや、だいぶ不審だろう。それは時間がなかったとはいえ、ちゃんと挨拶をしておけばよかったな。というかお前、興奮しすぎて英語で話してるぞ。ああ、そうだった。そもそも、なんで俺たちが行ったことのあるライブハウスを知ってんだ？あのさ、アキト、一つ頼みがあるんだ。俺と勝負してくれないか？はぁ？おい、スレイド、困らせるようなことをするな。こんな朝っぱらから、しかも初対面で。それに、
そろそろ移動しないと、帰りの飛行機に間に合わないぞ。うん、わかってる。急なお願いだってことも、時間がないってことも。でも、戦ってみたいんだ。ラッドブラストですごい熱い歌を聴いて、いつか君たちと勝負してみたいって思ってたから。今日会えるなんて、もう運命だしさ。最後の土産として、頼むよ。わかった。その勝負受ける。本当？ありがとう。本当にいいのか？断ってくれていいんだぞ。別に構わねえよ。一人で声出しするよりはいい練習になりそうだしな。それにこいつの歌は。よし、それじゃあ早速準備しようよ。あとはウォーミングアップもあるだろうし。あ、言っておくけど、手加減なしの真剣勝負だからね。あ、よし、準備はいい？ああ、いつでも行ける。こいつの歌を聴いた時、何か感じるものがあった。もしかしたらこれがカイトさんの言ってた偶然の一つかもしれねえ。それなら。それじゃ先行はアキトからな。あ、朝のランニングはいいね。眠かった頭もすっきりって感じ。うん、ウォーミングアップにもなるから、着いたらすぐ声出しできるのもいいよね。うんうん、今は練習ももっとしたいし、うまく時間使ってこう。世界に行くために1分1秒だって無駄にできないしね。アキトもきっとそう思ってるだろうし。から何か聞こえない？あ、本当だ。誰か歌ってるのかな？もしかしてトーヤたちがもう練習始めてるとか？行ってみよう。白石。あ、トーヤ、何これ、どういう状況？俺も詳しくはわからないんだ。いつも通りの時間に来たら、すでに始まっていて。今の俺の全力を出し切れ。待ってくれ。悪い、歌の途中で止めちゃって。でもどうしたんだよその歌。どうしたって。もしかして、朝だから調子出ないとかか？それとも、具合が悪いとか。
あ、ウォーミングアップが足りなかったかもしれないな。俺もせかしちゃったし。スレイド。それが、今の君の本気なわけがないよな。なんで、なんで何も言わないんだよ。手加減なしって言ったじゃないか。ちゃんと歌ってくれよ。あのイベントで歌ってた君の歌は、そんなんじゃなかっただろ。なんだよ。君の覚悟って、そんなもんなのかよ。覚悟？世界を取るんだろ？そんな歌じゃ、到底無理だ。お前、なんでそんなこと知って？もういい。世界を取るのは、俺たちだ！なんだ、この歌。すごくまっすぐで、何より。さっきのは、まだ本気じゃなかったのか。中から揺さぶられるみてえな、この感覚は。負けてられるかよ。このままじゃ終われねえ。今はこの衝動のままに。これはすごいな。なんか、久しぶりに必死に歌ったって感じがすんな。アキト！いきなりなんだ？なんだよ、めっちゃくちゃいい歌歌うじゃん。ありがとな、本当に最高だったよ。さっきは、急にこいつが感情的になって本当に悪かった。それは別に気にしてねえよ。おかげで俺も目が覚めたみてえなとこはあるしな。そうか、よかった。それより今言ってた世界を取るってのは。そこの君たちも悪かった、練習の邪魔をしてしまって。いたのか、お前ら。ああ、途中からだがな。え、ビビットバットスクワット勢ぞろいじゃないか。全然気づかなかった。わあ、俺、みんなと話したいことたくさんあるんだよ。どこから話すかな。さすがにこれ以上は無理だ、スレイド。本当に飛行機に乗り遅れるぞ。分かってるって。それじゃあ行こうか、セリー。アキトも無理なお願い聞いてくれてありがとね。なんだ、もう行くのか。申し訳ないが時間が迫っていたな。だが
俺たちは同じ場所を目指しているんだ。きっとすぐにまた会えるよ。同じ場所って、そうそう、これだけは言っておかなきゃ。ラッドブラストで聞いた君たちの歌は本当にすごかった。でもナギさんの夢の先に行くのは俺たちだからね。え、それじゃあアメリカで待ってるよ。またね。あの人、今ナギさんって。うん、聞き間違いじゃなかったよね。あ、結局わかんないことだらけだったな。だが世界にはあんな奴らがゴロゴロいるかもしれねえのか。あんな風にとんでもねえ歌を歌う奴らが。なんだよ、トウヤ。じっと見て。いや、いつものアキトだと思ってない。おう。で、その双子の弟とバトったってわけか。お前、朝からヘビーなことしてんな。うるせえな。でも不思議な人たちだったよね。ナギさんのことも知ってるみたいだったし。え、ナギさんのことか。ああ、去り際に言っていたんだ。ナギさんの夢の先に行くのは自分たちだと。なんだよそれ、もしかしてケンさんたちの知り合いなのか。そうな。だがナギさんの夢の先に行くって言い切るだけの実力はあった。うん、あの人の歌まだ耳に残ってるもん。世界を取る、それだけの覚悟があるって歌だった。そうだな。あ、そういや昨日の箱で聞いた双子の話って覚えてるか。すごくレベルの高いライブハウスを回ってるっていう。アキト、まさか。ああ、その双子ってのがあいつららしい。俺たちが修行で行った箱にわざわざ出向いてたんだと。そうだったんだ。確かにすごい実力だとは思ったけど。え、ちょっと待って、なんであの双子が私たちが行ったライブハウスなんて知ってるの？っていうか、そもそもなんでそんなことしてるわけ？なも俺にわかるわけねえだろ。ますます謎は深まるばかりだな。うん、今わかってるのはあの二人がアメリカに住んでるってことくらいだね。それじゃあアメリカで待ってるよ。アメリカか。あ、メッセージ？誰からだろう。え？どうしたの、小羽根？タイガさんからだ。え、タイガおじさん？連絡してくるなんて珍しい。なんてなんて？え？今度のイベント、招待席が余ってるから、興味があるなら来るかって。イベントって、タイガおじさん、今海外じゃ。うん、
ったから、アメリカに来ないかって。アメリカ？アメリカって、あのアメリカだよな！うん。タイガさんたち、今度ニューヨークでイベントをするみたい。返信どうしようか。お母さんたちにも話さないとだし、自分たちだけで行っていいのかどうかも。行く。え？アメリカだろ。俺は行く。アキト。は、本気か？アメリカだぞ。遠いぞ。なこと分かってるっての。ただ俺は、世界を見てみて。世界を。ああ、今日聴いたあいつの歌はすごかった。テクニックも純粋なスキルもとんでもねえレベルで、何より熱かった。お前らも気づいてただろうが、俺はラッドブラストが終わってからどこか熱くなりきれてなかった。ラッドウィーケンドを超える、それ以上に熱くなれるものなんてないんじゃねえのかってどっかで思っちまってたんだろうな。情けねえ。だが、それはいいんだよ、事実だからな。だが、あいつの歌を聴いて世界は広いと思ったんだ。あんな歌を歌う奴らがゴロゴロいるのかって思えて、それで知りてえと思った。世界に出れば、もっと広い世界を見れば、ラッドウィーケンドを超えるっつう夢と同じくらい、いや、それ以上に熱くなれるものがあるのかもしれねえ。だから俺は世界を見に行く。そうだな、世界は広い。俺たちの知らないことが、見たことのない景色がきっとまだまだたくさんある。うん、じゃあタイガウチさんのイベントと一緒に世界を見に行っちゃおうか。そうだね、私も行きたいな。お前ら行こう、アキト。もっと広い新しい世界に4人で。ああ、この先のことはまだ何もわからねえ。アメリカに行って何かが変わるわけでもないかもしれない。だが、それでも俺は進むだけだ。どこまででも、その先に俺を突き動かすものがあるかもしれねえなら、行ってやる。世界の果てにだってな。